どうですえ今日はですね、えー、最近新しく見てくださる方も増えたということで、えー、改めてのお話をしようかなというふうに思います。そういう質問も非常に増えてきました。はい。何かというと、て、うん。えー、りょうさん、どうやってね、どうやってトレンドをつかんでるんですか次来るブランドとかを探してるんですかどうやって情報をね、入手しているんですかインプットしているんですかここです。 つまるところ、私がね、いかにして、その、じゃあ、まあ、服とかね、ファッションとかね、そういったものの情報とかを、こう、取り入れてるか。それについてのノウハウですよね。改めてお話ししようかな。まあ、以前も一回出したかなあー。そのような動画出しましたけど、まあ、いいでしょうと。リバイバルでございます。最新版。はい。2018年版ですね。で、えー、っとですね、結論から言うとですね、結論から言うと、お僕はもう、インスタグラムに、 頼りっきりでございます。インスタグラムっていうね、えー、皆さんご存知でしょうかあの、有名なね、画像の共有アプリというか SNS ですね。えー、あれをもう僕フル活用してますね。よく聞かれるんですよ。雑誌読みますかとか。雑誌何読みますかとか。僕雑誌一切読みません。雑誌は一切読みません。あの、読んだとしてもコンビニで、あペラペラペラピ、ピっぐらいね、うん。本当にそれぐらい。買って読むなんてことはほとんどない。 し、えー、っと、もっと言うとね、もっと言うとね、いやいやいやと。松本さん、あなたね、ファッション業界の人間でしょ、と。ね。<laughs> バイヤーでしょ、と。なんかインサイダー情報あるんじゃないの、と。ね、思ってる方、いらっしゃるかもしれませんが、そんなね、インサイダー情報、全く持ってございません。<laughs> 全く持ってございません。だいたいね、あの、よく考えていただいたらわかるんですけど、じゃあ、どっから僕がインサイダー情報を手に入れるんですかじゃあ、例えばね、あの、近隣のお店とか、同業者の人が、いや、次あのブランドクリアとか。 えー、次これ来るよ。とか。あのー、そういう話したところでね、あのー、あんま得がないですよね。だって情報共有したところでさ、自分が先手打った方がいいわけじゃん。どこの店も。強豪だから。ライバルだから。だから、あえてそういう有益な情報をね、同業者同士で教え合うなんてことは基本ないと思います。あの、僕はそんなことは、そんな経験一回もない。一回もないですね。同業者の方とか、まあ。そもそもそんな関わりはないという、まあ、まだ2年目なんでね。<laughs> そんなに、あのー、同業者同士の横のつながりはないんですけども、 あの、そんなインサイダー情報は、あ少なくとも僕のところには全く持って流れてきてません。僕が、あの、常日頃こう発信したりしている情報っていうのは、僕は自分でこう取ってきた情報を、まあ、自分なりに、えー、加工して、こう、アウトプットしてるんですよね。で、じゃあ、どのようにしてね、インスタグラム活用してるかってことなんですよ、具体的に。まあ、皆さんもインスタグラムなんていうものはね、操作したことがあると思うんですけども、あのね、一番、一番、 もう、あのー、大事なことというかはなんかねこれも積み重ねなんですよね積み重ねなんですけどある程度やっぱなんかこの人がイけてるとかなんかそういうようないわゆるアーリーアダプターみたいな人アーリーアダプターみたいな人をフォローしとくっていうこと,とが僕は一番大事なんですよねアーリーアダプターが。 イイノノベベーターーータタじゃなないいのとでーーではないですアーリーアダプターをフォローしておくことが僕は一番大事だと思ってるんですよね。でなぜならまあ以前ね言ったトレンドの話みたいなことにひもづいてくるんですけど、えー、アーリーアダプターがあの一番の,そのトレンドだったりなんか流れをこう生み出すその一番の引き金を持ってるわけトリガーを持ってるわけですね。イノベーターがい,あのいかに素晴らしいものこれは素晴らしいってより出したところで。 その下の層にいるアーリーアダプターに響かなかったらもうそこで終わりわけです。ドミノのね、このコマは1個目でパタで。2個目が倒れないと波起きません。そういうことで。だからこの2個目の波の人をフォローしとくとですね、この人があ動いたとあこの人がここをチェックしてるとか、この人がここを見てるのかっていうのがわかると、あアーリーアダプターがこっちに倒れたってことは、みたいなね。 必ずしもとは言えないけど、そっちの方が効率いいんですよ。この一発目を探すより。で、逆に言うと、ここをチェックしとくと、こっちもわかるっていうね。この人が倒れる方向もわかるし、この人が何によって倒されたかもわかるわけですよ。だから、僕はアーリーアダプターみたいな人を結構、あの、見てます。見るようにしてます。で、これも、じゃアーリーアダプターって誰やねんと。うん。そっからやと。なんだけどね、これは、もうな、なんだろうな。難しいんだけど、僕の場合は、なんとなく、 あのー、積み重ねなんですよ。例えばだ、誰か、この人をフォローしてたら、その人が、まだ次なる、なんか同じようなアーリーアダプターみたいな人を、こう、チェックしてるのを僕が発見して、またそこフォローして、みたいな積み重ねで、だん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 、こう、僕の中の、僕の、だからわ、ね、かりやすくど僕のフォローラーに、で僕がフォローしてる人は結構、あのー、いい感じなんではないかなと。結構僕が参考にさせていただいてるってことですから、 あの、そういうところを見るといいと思います。その繰り返しですよね。だから僕がフォローしてる人を例えばチェックしてもらうとするじゃないですか。そしたら僕のフォロー欄にいる人の、じゃあまたフォローは誰なのか。その、そうやって辿ってったりすると、どん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 広がってって、ある程度のなんか、あのー、なんていうかな、ふるいにかけられるというか、こう、そうとされるわけですよね。 でその掃除された人たちが発信しているポストとかなんかそういうのを、ね、こう見てると自然にね、おってなる新しいブランドだったりとか新しいスタイルだったりとかなんかそういったものがね、だん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 あの蓄積なんだけどもあの見えるようになってくると僕は思ってるんですよ。 もちろんね、だからね、これ一朝一夕には、あのー、無理です。じゃあ、例えばですよ、僕がフォローしてる方々全員をまん丸、ま、まん丸コピーしましたと。まん丸まフォローしましたと、えー。じゃあ明日から全てが見えるようになるかと言われると全くそうじゃなくて、あの、やっぱり蓄積なんですよね。いろんな情報、もう、うぞうむぞうです。インスタグラム、うぞうむぞうの情報がブワーってありますから、それをまあブワーっと見てるうちに、 なんとなく共通項が出てくるわけですよ。ああ、これか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 とか。あこの人もチェックしてる、この人もチェックしてるとか。ああ、この、このデザイン、このデザイン、このデザイン、この色、この色、この色とか。なんかそういうものをブワーっと、まあ、スキャニングし,していった末に、なんとなくね、イメージがおぼろげながら浮かび上がってくると。いうことなんですよ。だから、あの、僕と、えー、他の全人類の皆さんで、もっと てるるるる情情報報とととか接すすすここががアクセスでできる情報は全全くく一一緒緒なんですよ全く一緒だからあのー、そこに差はないとあとはどれだけそのまず量を見るかっていう観点と、えー、その質ですよねどういう人が発信してるのを見るのかっていうところなんかもうこの2つしかない気がしてもうほんと地道ですよ正直地道だしなんかねこれをその自分の中の義務としてね義務感で。 なんかね、到底できないと思います。到底できない。もうその根底には、やっぱり自分が好きだから、洋服は好きだからし、まあ、僕の場合はもうそれがちょっと仕事ともリンクしてるから、半分、もう仕事なのか、趣味なのか分かんないけど、もう見るの好きだし,し、で、それが結局仕事にも繋がったりもしてるし、みたいな、えー、そういうような感じで、もうあのー、そこの根底にある好きとか、なんかそういう興味、関心みたいなものがない人は多分無理ですね。無理です、無理です。 なので、あの、なんていうかな、自分、こういう考え方もあると思うんですよ。もうそういうの疲れちゃうと。そういうのね、確かに好きなんだけど、そんなね、苦労してまで、あの、あのやる時間もエネルギーもないよ、自分にはっていう人は、もう完全になんか、あの、この人は、の発する情報は信用できるみたいな人を一人決めとくといいと思うんですよね。まあ僕でいいと思うんですけど、皆さんは。 だからそういう人を見ておいてもうその人が発する情報をとりあえずチェックしておくっていうような、別に全部う呑みにしろなんて言ってませんよ全部って僕がね、発する情報正しいなんていうことは全くもって言いませんがただ僕みたいな人間がね、皆さんの代わりにね、日々、日々こううーっていうある程度のうぞうぞの情報をグワーっと見てある程度そうとしたものをこうピックアップしてね、キュレーターです。私はね。キュレーション。 メディアみたいな感じでね。こう発信してるわけですから。もうあのそこのね手間をカットしたいという方はお手軽ですけど、そういう方法ももういいと思います。それを思考停止とか。まあ言う人もいるかもしれませんけど、もまあでもこれだけ情報が増えたから、僕はしょうがないかなという風に思ってます。なので結論ですね。あの、自分自らもう俺もその能力が欲しい。う俺もそのスキルが欲しいって言うんだったら、最初に言ったような方法を試してみると。 いいと思いますとにかくアーリーアダプターみたいな人をブワーッとチェックしてそのアーリーアダプターがじゃあ誰をチェックしてるのかでどういったものをおいいねしてるのかとかどういったポストを自分がしてるのかみたいなそういうのをもうグワーッと自分の中にインプットしてっていうことを繰り返すでそういった時間が取れないそういった暇もない手間も嫌かかだ っていう人は、もうシンプルにね、自分が信用する人を一人見つけてですね、その人が、まあどういったところを見てるのかっていうところを、まあ、あの、ある程度信用して、信用の上、見てれば、まあいいのかなと、思います。うん。まあそんな感じですよね。うん。あの本当に特別なことなんかなんもなくて、超地道ですから。超地道。でもその地道というか、苦労を苦労とも思わないっていう、え段階まで来てる人には、人はまあ、 比較的、あのー、今の環境、これだけ情報があってとか、インスタグラムっていう便利なツールがあるっていう状況は、もうこれ以上いないかな、というような感じだと、僕は思います。はい。そんな感じですね。えー、私が実際にやってる、これ嘘とかないですからね、本当に手の内を明かしてます、これが。これがリアルでございます。では、そんな感じです。ではまた。